はい、こんにちは。テニスのツボケイでございます。オーストラリアオープンの、2回戦ですね。謎の選手ですね、第22シードの選手です。 Ladies and gentlemen、はい、Welcome to the second round match. 始まりますね。 Please put your hands together for the players as they walk out onto the court. さあ、サーブレシーブからいきましょうか。はい、グランドスラムなので6ゲーム選手となっております。ドロー的には良かったですよね。この第22シードの選手なんですけれども、まあ、シードはついてるんですが、実在選手ではないので、まあ、大体ね、この、なんだ、能力値なんですけれども、実在選手は大体70以上の、パラメーターが、まあ、トップ選手ですね。ついていることが多いです。はい、ちょっと設定直しました。ちょっとボールスピードがやや遅い設定になってたんでちょっと戻しましたっていうのもね、ちょっとダブルス企画を始めたいなというふうに思ってまして、まあ、ちょっと戦術的なことね。おお、早スライスなのに早い。そして、膝痛いと。なんか結構怪我多いですね、このゲーム。あ、そうそう、ダブルスのね、企画をちょっと始めたいなというふうに思いまして、先日、まあ、いろんなテニスのね YouTube の動画で、ダブルスの動きとかねやってるんですけれども、まあ正直ゲームでやっちゃった方がね、繰り返し状況を説明できるんで。あ、相当膝痛そうですね。メディカルタイムアウトを取ると、ちょっと今スキップしちゃいましたけど、そうそう、まあ要するにね、ダブルスの動画を撮るのに、ちょっとスピードを下げました。なんで下げたかっていうと、一般のじゃないですけどね、このプロのスピードだとちょっと早すぎるんでね、参考にならないというふうに思いまして、まあ、ゲームスピード、これコントロールできるんですけれども、ゲームスピードを下げて、まあ、そのね、動画を撮っていきたいなというふうに思いまして。さあ、相手のサーブのゲームポイントですね。まあ、最初はね、多分眼光陣の説明になってくると思うんですよね。まあ、具体的にどの辺にいたらいいのかっていうのをね、数字で説明したいなというふうに思っております。まあ、相手が打てる範囲が、まあ、物理的にどういうふうなところがあってっていうふうなね、まあ、そんなような動画を撮ろうと思っていたわけであります。はい、よし、さあブレークで始まることができましたね。このロブで崩して、まあちょっとライジング気味に攻めていくといいパターンができました。そうそう、ようやくね、確定申告終わりました。私もテニスコーチで社員ではないんで、まあ、確定申告っていうのが毎年必要になるんですけど、まあ毎年それがね、めんどくさくてっていうと、じゃあなんで自営業なんだって話になりますけれども、確定申告だけがね毎年ちょっとめんどくさいんですよね、正直。まあ、その辺はね、ちゃんとしないといけないなというふうには思ってるんですけれども、どうにもなれないことなんでね。よし、
さあ、あ、そっか、相手の話ちょっと途中でしたね。そうで、この相手の能力今66なんですよね。だいたい実在選手は70以上の選手が多いです。一応西岡選手これ最初58まで能力わざと下げたんですけれども、最初は68っていう能力でした。まあランキング的には100位入ったか入ってないかぐらいの時の能力が参照されてると思うんで、まあ、海外の方が作ったんでね、まあその辺はまあ印象値ってのもあるんですけれども、でまあ日本の選手ですと錦織選手が80かな、80か81だったと思うんですけれども、でナダルとかになると88、ジョコビッチが87で、フェデラーが89だったかなくらいの能力値ですね。でその下の方の選手になってくると TM とかで、84とかだったかな、シャポバロフが70ちょいぐらいでしたかね。って考えるとこの66の相手っていうのは、まあ、2回戦は必ずシードと当たる、まあ、ドローサイズの4分の1がシードなんで、2回戦までには必ずシードと当たるドローにはなってるんですけれども、シード第22シードの割にはこの66っていう能力値はまあ美味しいって言ったらですけどもね、恵まれたドローなのかなとは思います。このパターンちょっと辛いな。さあ膝を痛めている相手、膝痛めた割にはテーピングも何もしてないですね。たまにこのハイライトのカメラアングルはわけわかんないときありますね。そして今ゲームやってるときにバージョンアップの通知が来ました。このゲームですね、バージョン 1.05 っていうふうに書いてあったんで、まあどんな、なんだろう、アップデートが来たのかちょっと楽しみですね。このオーストラリアの会社が発売している、まあ、AO、 まさに前後ですね、 AO オープンテニスっていうゲームなんで、まあ、日本でどのくらいの方持ってるんでしょうね。っていうかこの動画見てくださってる方ね、まあ、大体まあ、今まだ100再生ぐらいなんですけど、まあ、逆に100人もの方がね見ていただいてるということで、このゲームを日本で持ってる人が100人いるのかどうか問題っていう、ね、まあ持ってる人いたらちょっとぜひねオンライン対戦したいなっていうふうには思ってるんですよね、まあ、コンピューター対戦だとどうしても、まあ、決まったパターンになりがちなんですけれども、そういうね対人戦、まあ、全然知らない人とやってもいいんですけれども、見てくださってる方でねいたらちょっと対戦させていただいて、まあ、動画でねやりたいなというふうには思ってたりするんですけどね。とりあえずは今ねちょっと時間的な制約もあって、このゲームやりながらねくっちゃべるっていうスタイルでやってますけれども、まあ、オンコート動画も、まあ、今後は、ウェイ、上げていきたいなというふうには思っております。さ
今3-1かな。ワンブレイクアップの3-1です。よし。今のはちょっと無理くりだったですね。偶然完全に今ちょっと狙ったところと違うところに行きましたけれども、まあラッキー。よし、さあここブレイクしたいところ。ちょっとネットに疲れると嫌かな。ちょっとやられましたね。ブレイクには至らずと。ちょっとネットプレーに出るのが結構多い印象ですね、この選手は。あんまりネットにつかせたくない。差し込まれたか。深め。ストレート持ってってスライス。まあ、この選手の印象はなんだろう、ストロークで有利を取る、まあはっきりね、あのズバッと言っちゃいますけど、ストロークラリーで有利を取る能力があんまりないかな。こう打ち合ってて苦しい展開になることが少ないんで、まあラリーをしていって、だから苦しくなったらちょっとラリーをしていって。でまあチャンスにがあればネットに出てくる、まあ、そのネットに出てきた後はちょっと脅威に感じるところはあるんで、まあラリーペース的にはそんなに上げなくても、まあ、こちらが無理せずとも相手も攻めてこれでないかな。ちょっと苦しい場面でもね、そこまで脅威になるショットを持ってないんで、こっちが有利になったら少し展開していくっていう風に、っていう分析です。逆にね、ちょっとこっちがなんだろう、有利になる前に無理するとカウンターとかね、合わせるショットはうまいかな。あんまり無理してこない相手って印象ですね。こっちが苦しい状況を見つけて攻めてくるという、まあ手取り早いのはこっちが無理しないと。さあというわけで、ラブゲームブレイクできましたと。さあ相手は膝をちょっと痛めているらしいですが、そんなに影響は、まあでもやっぱあったのかな。
攻め込めてないっていうのはちょっと影響あるのかもしれないですね。打ち合ってでそこまでね影響、まあ、プレイできないっていうほどの影響は感じないんで。うわーちょっと返されたな。すごい打ち方ね。さ、なんとかこのゲーム取って3回戦ね。グランドスラム3回戦いけたら結構お金的にはいいですからね。お金的にはってね、ランキング的にももちろんいいんですけれども、グランドスラムは1回勝つごとの賞金が結構大きいんで、どのくらい入るんだろう、2000万くらい入るのかな3回戦いけば。ちょっと相手動き悪かったな。一応目標としてはね、今年中に、コーチを雇って、まあ、練習をね効率的に進めていくと。この展開が良くない。よし、ここもちょっと ちょっとなんか躊躇しました。今のやりたくない展開になっちゃったな。さあブレイクピンチです。ちょっと今の2ポイントぐらいはね、あの自分が不利な時にちょっと攻めちゃったので、ブレイクバックされちゃいました。しょうがない。よし、相手にというかこちらがね、無理な体勢で攻めないと。よし、いいでしょう。さあ、あと3ポイント。少し攻める。ちょっと今のはダメだな。逆を突かれてしまいました。抜ける。よし、さあこのゲームで決めたいですね。ワイトがちょっと先から外れている。まあしょうがないでしょ。さあ5-4、さあ終わらせたいですね。ターンがいいところに帰ってきてどうすべきだったか。追いつける。いいとこ上がった。抜ける。オッケー。よし。今ならロブがいいとこ上がりましたね。あったんすよね。よし、ちょっと意表をついた。意表をついたプレイ。
まずい、ブレイクピンチ。大丈夫、これは大丈夫と信じた。いやー、追いつかれたが、ちょっと印象としてはね、相手がリスクを負ってくるようになったなっていう印象はあります。あっと、今のはゲージが赤の時に打っちゃうとね、結構ずれちゃうんで。よし、オレンジぐらいだったらね、今オレンジだったんですけれども、そんなにはずれないんですけど。おお、どうした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 。体勢悪かったですかね。ちょっと下がってエースだけ食らわないようにと思ってたんですが、エース食らいました。まずいな。 5-2 からだったんですけどね。サービスゲーム2つ落として、いいでしょう、切り替え。さあ、なんとかここ取って、タイプレアはね、5点選手っていうね、謎ルールでやってるんで。いやー、2回戦これいけるかいけないかで、ポイントもそうだし、お金もそうだし。出てこない、これはいける。やっぱね、まだあの資産に余裕がないんで。よし、ラッキー。今のはラッキーでございます。よし、さあ、なんとかとりあえずタイプで。サーブでタイブレイク。さあ、5点選手のはずです。早い。さあ、このパターンが効いてるんだけど、決めきれないとね。一応やってみるけど、2個ぐらいアウトな気がする。そうですね、はい。前入って打ってきましたね。さあ、どうにかついていきたい。まあ、悪くない展開出てたんですけどね。いやー、4-2 receiver。 さあ、マッチポイントが続きます。
いやまあ出ましたかね、出ましたね、はいはい、というわけで、はい、残念ながら2回戦敗退ですね。 5-2 アップからの敗戦は結構痛い。さあというわけで、ファッターズオービーリングアベイブルトゥオーストラリアンオープントーナメント、オーストラリアンオープンはどうでしたかみたいな、感じですかね。ちょっとね、あの細かいニュアンスがあんまりよくわからないっていう、まあなんだ、まあ正直、あの正直英語力がね、こうさっと質問されて、難しいな、これ。質問にちょっとね、急に記者会見をやられて、英語で聞かれて、英語で答えないといけないと。はい。ちょっとね、語学力が、必要ですね。I think you had a bit of mixed reaction for Sterling.ちょっとよく分からなかった正直。はいはい、というわけで、オーストラリアオープンが終わりました。ランキング119位まで上がりましたね。優勝はズベレフ選手、準優勝はディミトロフ選手でございます。はい、お金は、2回戦で790万円、800万ぐらい入りました。大きいですね。まあただこれね、もう1回勝っとけば1000万超えたと思うんで、まあちょっとね、痛い、やや痛い。まあ2回戦ランキング考えれば十分な結果ではあるんですけれども、はい、というわけで、お金も入ったので、次回はちょっと考えたいですね。アメリカ回るのか、ちょっと考えたいと思います。はい、じゃあ今回おしまいです。ありがとうございました。